こんにちは、レンです。俊太です。 in 京都ですね。で、今回ここのプーっていうカフェでイベントさせてもらうんですけども、夕方の5時からなんです、うん、夜営業でタトゥー彫りながらみんなでお酒コーヒー飲みながらワイワイするという、イベントなんですけど、日中が空いておりまして、ね、昼から5時まで空いてるのよ。いや、もう最高だよでそこはちょっと活かしていこうということで、こちらポパイとか買ってみちゃったりして、僕が京都で行くところ、これ京都行くって決まってコンビニでこうちらってエロ雑誌こうやって見てたら、この京都があって、これは買おう。そうだね、タイミングもね、マジで10年ぶりぐらいで買ってみて、いろいろ見てたんです。そしたら何軒か面白そうなところがあったので、ちょっとそこをね回っていこうじゃないかと。もうポパイさんの言う通りに今回は動いてみてですね、まあ、ちょっとそのお店がそのアポとか取ってないから中を取れるかどうかみたいなのは、ちょっとこの今カメラ回してるアシスタントのヒカルさんによくテレビで見るあそこもあれをちょっとお願いしたいんですけど、大変だね。で、まあ3時4時ぐらいにここに戻ってこようかなっていう感じですね。まず1軒目はヒカルさん、どこに行きますか？1軒目は、うん、まあ、朝なんで、うん、香りを楽しもうと香りだ、はい、思ってるんで、うん、レンさん推しのお線香屋さんに、あそこね、はい、いいですね。行ってから、うん、気持ちいい朝を過ごしていこうと思います。なるほど、はい、できますね。あ、できるじゃあちょっとコーヒー飲んだら行ってみますか、うん。ちょっとね、このポパイに乗ってる線香屋なんですけどね、名前が読めないんですよね林龍翔堂なんかな、あの全然違うよって天かける龍のひらめきみたいな感じだよ誰一人それで読めないやつ最初はそうそうそう、ちょっと俺聞いてくるわ。本当ですか、うん、ありがとうございます。お邪魔します。はい、いらっしゃいませ。すごい香り。なんか僕探しているのがあって、前とあるところで木蓮のお線香を買わせていただいて、もうその匂いがめちゃくちゃ好きで。なるほどなるほど、オイルが入ったやつですよね。つかね、オイルもが少ないのでバラの香り、ユリの香り、スミレの香りやとあるんですけど、はい、ここはちょっと天然物の材料を使ったのが多いので、木蓮とかはないですね。あ、はい、そうなんだ、はい、じゃあ新しいいいの見つけよう。確かに、うん、絶対あるね。なんか人気なのはどれとかあるんですか？そうですね、今そのオイルが入ったやつもよく出ますし、まあ、天然の香りのセットとかもよく出たりしますね。こちらがオイルが入った天然白檀にオイルが入ったスミレの香りですね。ちょっと華やかな甘い、うん。でこっち側がこの赤いお線香で、梅の実ですね。梅の実をペースト状にしたものに白檀やシナモンが入った、はい、香り立ちが違うんでね。梅ってすごいっすよ、あ、天然のものでおすすめだとどれですか？まあ、今のこれか、まあ、よく出るのはこの白檀がよく出ますかね。白檀、はい、英語で言うとサンダルウッドって言うんですけど、こういった香木ですね。信仰ってやつの種類多いですけど、こんなんだ、まあ、お寺さんの本堂とかにちょっと焚かれるような、ちょっと落ち着いた鎮静効果が、鎮静効果だ、気をちょっと沈めるようなねぴったりだね僕彫り師やってて、彫り師、おお、それでそのお客さんが、まあ、緊張して来られるじゃないですか。あ、でそういうのをそのリラックスさせるためのその香水とか匂いを今作ってて、へー、やっぱ緊張して来られるんですよ、ね、うん、やっぱ最初の初めて入れるお客さんとかは結構もうガチガチのお客さんが多いんですよ。なるほどね、そう、へえ、これも嗅いでみてもいいですか？あ、どうぞどうぞ、はい、温めるといい香りがするんで気をつけるといい香りが、はぁ、でもこれでもするします、うん、本当は気は浮くんですけど、いい人工は重いんで水に沈むので、確
ぎっしりしてるね、密度が。でもこの中でもめちゃめちゃ種類あるな。全然値段違うんすね。うわ、ほんとだ。ねえ、660円もあるけど、8800円まであるね。香りの好み人それぞれなんで、うん、高いからといって好きな香りがなかったりするんで、はい、じゃあこれもらおうすか。シウンと、はい、ありがとうございます。薬団の長春香です。長春香ですね。この木箱で欲しいな。あ、どちらでも。このセットでもらってもいいですか。あ、いいですよ。じゃあ先やめて木箱に。そうします。長春香だけを。どちらもで、ね、どちらも、はい。せっかくだしね。この船のやつと、この竜とかも可愛いよね。これめっちゃ可愛いです。竜のやつめっちゃ可愛いです。結構竜よく出ますね。ちょっとね、で顔が一個一個違うんでちょっと選んでもらう。あ、そうなんだ。竜にしよっかな、うん、竜と船。船も可愛いね。ね、可愛い。こいつが一番アホっぽくない。アホっぽい。こいつかね。え、こっちでいいですか。はい、わかりました。すみません、よくしていただいてありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます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 。大きみだって。大きみ最高だよ。言われましたね。林流衝動さん。林流衝動さん、ぜひ行ってみてください。ここはここだ、聞いたけど花かんざしのお店ですね。あら、おー、かっけー、かわいい。ちょっと読み上げるわ。江戸末期より戦前までは舞妓さん、芸妓さん、大工さんのための花かんざし、髪飾り専門店だったという。今もお土産屋さんになったけどっていうことね、多分。ポパイに乗ってたやつだ、これ、ね、ポパイに乗ってたやつだ。僕が今一番欲しい耳かき。耳かき、なんかどのぐらいの強度なんだろうね。声あーとか言ってポイってさ。あ、なんだ。なんないかな。どうなんだろうね。ちょっと別行のもので誕生日プレゼントをちょっと女の子に買おうと思ってて、表にあるのを1個取っていただきたいんですけど、はい、いいです、はい、このぐらいの楕円のヘアピンなんですけど、で装飾がついてる、はい、あー、それです。ちょっと持ってみてもいいですか。あと、見てください。かわいい、かわいい。それいいと思うね、うん、これ似合いそうじゃない、うん、うちにその和の絵を描くのスタッフがいて、はいはい、そいつにちょっとタンプレー買ってみようかなと思って。強度とかは結構強いんですか、ベッコ。いや、デリケートです。あ、今回は丁寧にした。これじゃあちょっといいですか、一本いただいて。はい、はいはいはい。ちょっとね、映せないんですけど、そっちにね、これぐらいのベッコ、本ベッコの花飾りがあるんだけど、財布に入りきらないぐらいのお金が必要ものによっちゃ、うん、背中一面入れ墨彫れます。この金額あれば、まあ、金みたいなもんなんだろうね。そうだね、うん、けどね、こっちはさ、こっちはなんか樹脂で作ってるらしくて、こっちはね、すげえお手頃なの。でも全然雰囲気違うね。違う、うん、うわー、柄あこれ、いや、これもかっこいいな。うん、これかっこいいくない。あ、なんかノートある方がいいよ、うん、これにしよう。耳かき。はい、ありがとうございます。お父さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、次は飯行く。飯行きたいね。うどん屋さん。うどん屋さん、はい、美味しそうなところがあって、うん、どうでしょう。行ってみよう、はい。何頼んだ。親子ナンバ。親子ナンバ。おいらはね、きつねおうどんと親子丼。やっぱクラシックだからさ、うん、ミニセットとかないよ。ないね。ヒカルが鶏ナンバ。鶏ナンバ。うわー、ビールしたいな。今日はでも、
ちゃんとお仕事だから、ね、そうだね、ちょっと我慢だね、はい、この机の滑らかさすごい、すごいね、目がすごい、すごいよこの節、あーいいねいいね、チェミーだよ、クソかっこいいじゃんこれ、竹ね、滑らか、いや、すごいほら親子鳥ナンバー狐、うん、いただきます、よくいけるわもちもちとかじゃないよ、ふわふわ、ありがとうございます、ありがとうございます、うーわあーいいですね、いただきます、うん、このセットです正解だった、正解、よし、軽く食え、こんにちは、あんまり暴れなかったら撮っていいよと思って暴れなかったこちらもお線香屋さんですね、そう、ある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 、ほらかわいい、ちょっと説明していいですか、お願いします、終わり屋さんの説明していいですか、1978年創業の香専門店シャラ、カラ、人工白檀などのメーカーには用途と好みで選べるオリジナル商品の香り玉、これだね、は色をつけた最中状のボール、ね、モナカ状、モナカだ、いや絶対にそうだになんか匂いの粉末が詰め込まれてる、はい、この香り玉っていうのはどういった商品なんですか、これで全色ね、匂い全部一緒です、でまあこういう風に飾っていただくと、まあこれがもう塩膳塩ごみたいな感じ、もやしはしないって、それでもう置いとくだけですけど、はい、匂いは全部一緒で、一緒で、はい、なんか爽やかな匂いする、本当だ、名刺香、うん、これはもうあの名刺入れとか財布とかお手紙の中とか、あーそんな、なるほどね、名刺もらっていい香り、あーめっちゃいい、なるほどこういうの袋が6枚入ってるんですけどね、はいはい、じゃあそれ一つを入れとくと、そう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 、匂いって超大事だよね、大事だね、昔ラブレター自分の香水かけてさ、やつさん渡したっけさ、一発百中だっけ、ね、一発百中だ、それ名刺から漂ってくるんでしょ、うん、絶対にそれ通るよ、その商談、うん、確かにこれなんか仕事できそう、この香り嗅がして、まあ本当だね、うん、僕これ一つ、ジンクはね、はい、なんかこれなんかエッチじゃない、これなんかエッチだね、だよね、モアいいね、うん、モア嗅ぎたい、うん、ラメってるわこれ結晶ですわ、火が当てんの結晶、うん、あの香りの成分の結晶、あ、そうなんだ、その香りの成分たくさん入れれば入れるほどこういう結晶が出てくるんですわ、こっちの、さあからこっちの方が濃厚やと思います、うん、こっち出てないからね、うんうんうん、結晶が出るっていや、そうでもない、そういうことでもないですお父さん、ありがとうございました、いい、何をしてあります、いい買い物できました、見てみますか、じゃあ、はい、ありがとうございます、はい、どうも、ありがとうございます、はい、はい、いい買い物できましたね、あなた、名刺に匂いつけちゃうの、つけます、いやらしいね、いや、いいお店でした、うん、終わり屋さん、ちょっと次がですね、ちょルール違反になっちゃうんですけどグリーニがめっちゃ前から食ってって言ってた、おはぎ和菓子屋さんなんだよ、ちょっと今から行ってちょっと風のみんなに差し入れを買おうかな、和菓子屋さん、パックそういうお店ですね、行ってみましょうか、
ちょっと中難しそうじゃないですか。ちょっと難しそうね。ちょっと買ってくるか。じゃあ分かりました。売り切れてました。はい、おはぎさんが食べたかった。人気なんだべな。ね、なんかね、すごかったべ中。おしゃれ、動画回せる感じじゃないよ、ね。うん、すごい高級そうだったね。めっちゃおしゃれだ。はい、京都3日間ふーさんでのイベント無事終了いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。まあ、入れたな。次来年あのタコス屋を開くそうなので、またその時にね。もう動画で言っちゃいます。絶対やろうか。もう逃げれない。7月までに。それのレセプションでまたお邪魔しようと思う。引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。タトゥーどうでした？ファーストタトゥー気持ちよかったよね。気持ちいい。気持ちかった。レン君のぬくもり感じたもん。タトゥー掘られてる間女くどいて出すから。この角度も可愛い。余裕あった。次会う時にはタトゥー増えてるかもしれないですね、みんなね。ありがとうございました。ありがとうございました。来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。ではまた。